K-QL と糸川秀夫カッパロケットは東京大学生産技術研究所と後継機関の東京大学宇宙航空研究所が富士精密工業と後継法人のプリンス自動車工業日産自動車宇宙航空事業部と共に開発した固体燃料を使用する観測ロケットであるカッパロケットは1950年に東京大学 生産技術研究所の糸川秀夫によって始まった日本のロケット開発において初めての本格的な地球観測用ロケットである。カッパロケットによる観測は国際地球観測年プロジェクトそのものとは独立したものだったが、挙げに合わせて日本が独自に行うことを目標にしたもので、1958年9月、K-6 型3号機にて、 高度 50km の高層物理観測を行った。カッパロケットは1988年まで運用された。最も多く打ち上げられたのは K-9M 型ロケットで1961年から1988年の28年間で合計81機が打ち上げられた。カッパロケットには多くのバリエーションがある。K に続く数字は開発番号で あとのラムダロケットやミューロケットが一部例外があるものの段数を示すのとは異なっている。当時 K128J と呼ばれていたロケットモーターを用いた単段式の観測ロケットである。全面燃焼方式を採用していたために高温の燃焼ガスが金属製、モーターケースに接触し溶けてしまう問題があったが、内面にグラスファイバー、酸化クロム、水ガラスからなる。 アブレーションを施し、冷却することでこれを解決した。水薬には、ペンシルやベビーと同様に、ダブルベース火薬が用いられている。直径 220mm のブースタ K-220B の上に、K128J のダミーを装着したロケット。2段構成であるが、実質的には1段式である。k j d には、燃料の代わりにが詰められ、重量と、 重心位置は、K128J と同様となっている。K-2 のダミー上段を、K128J に換装した初の本格的な二段式、観測ロケット。3機が飛翔した。高層観測を本格的に始めたロケットである。高度 50km 付近の清掃圏海面の観測と宇宙船観測を目的としていたが、その半分以下の高度までしか到達できなかった。 K-330B は、チャンバ材として 4130K 耐熱鋼を用いた最後のモーターであり、質量が予定より 30kg ほど重んだことで、重心が後退し、空気力学的な不安定さが増したことによって、飛翔性能が低下したものとされている。K-4 の欠点を克服するために、計画されていた、合金製チャンバを持つロケット。主に通信機器のテストや、 水薬の比較試験のために用いられた。直接的に、K、K128J の系列に属すわけではないために、K1 と表記されることもある。1957年に、S 型2機、1958年に、ST 型2機、K4 機が飛翔したほか、K150 や、シグマロケットの開発基盤となった。FT-122 唯一茨城県、大洗から打ち上げられたロケット。 低発射核での飛翔試験に用いられた。K-5 及び K-6 の上段として用いることを前提として開発された一段式ロケットである。K は 150mm と 180mm が検討されたが K-330B との組み合わせにおいて飛翔性能が格段に優れていることから 150mm に決定された。K-122 と同様に アルミ合金製モーターケースを持ち、ポリエステル系コンポジット系水薬の性能試験を目的として飛翔実験が行われた。直接的に K128J の系列に属すわけではないために、K1 と表記されていたこともある。K-6 を想定して、超音速飛行時の飛翔安定性を確認する目的で、K-220B の上に、 K150 を搭載することで開発された。高度性能は 30km ほどで、上げの要求からすれば今一つであったが、性能計算書を大きく上回るものとなった。さらにコンポジット系水薬の優秀性が確認されたことも大きな収穫となった。K-6 の第一弾。飛翔テストとして1958年6月14日に1機が打ち上げられた。 K150 と K-245 をもとに、ポリサルファイド系コンポジット系水薬を全面的に採用することで開発されたものである。全面燃焼から内面燃焼への燃焼方式変更に伴って、構造の単純化や軽量化が行われた。揚げ参加を果たしたほか、ユーゴスラビア宇宙協会に5機が輸出された。 K-6TWK-6RSK-6CP1962 年に実機及び、推進剤製造技術のノウハウや推進剤、製造装置、検査器具や燃焼実験装置も含めた輸出契約がなされ、1963年にユーゴスラビア宇宙協会に5機輸出されたもの。同年夏、ユーゴスラビア西部ドブロブニク海岸において5機すべてが打ち上げられた。 その飛翔試験には、東大の教授2名と日産の技術者1名が、同席した。直径 420mm のロケットモーターを用いた、単弾式観測ロケット。機体の部分損傷が発生したが、問題を修正した後に、k、K-8 の第一弾として、採用された。K-7 の上段に k、k 2 4 5 H ダミーモーターを組み合わせた二段式ロケット。 1958年に構想が立てられ、1960年から実用に入った。初めて高度 200km に到達し、後の K-8L 以外すべてのカッパロケットの基礎となった。第1弾は直径 420mm で全長 6.242m であったが、後に弾間部の仕様変更に伴い、6.26m と短縮されている。 水薬の改良が施されており、被水力が K-6 の180セックから200セックまで向上されている。第1弾の加速度は Q3G、第2弾の加速度は 25G と大きく、生物をペイロードにする際には考慮が必要である。しかし、当時のアメリカ製同系固体燃料観測ロケットと比較すると著しく低く、 観測結果の効率の高さをもたらしていた。信頼性の高さと低価格から1965年まで利用され、シグマロケット計画に止めを刺した。他にインドネシアへ10機が輸出されている。太陽活動初期観測年のためにインドネシア国立航空宇宙研究所に輸出されたもの。10機がインドネシア国内へ持ち込まれ。 そのうち3機がパームングプークの宇宙観測所から打ち上げられた。残りの7機については打ち上げ記録が残っていない。この輸出に伴い、軍事転用の可能性に関して、マレーシア政府から厳重な抗議を受けた。これに対し通商産業省及びアイセスは、誘導装置の搭載が不可能である。点、前期がそれぞれの観測内容に沿った専用設計である点などから、 直接的な軍事転用は不可能であり、問題はないとしている。K-6H の改良型 K-6S として開発されたものである。K-6H から機体の大型化、推進剤の高比水力化、機体の軽量化等が行われた。これによって高度性能が K-8 型と同等になったために、K-8L と解明された経緯を持つ。 K-9 の飛翔特性テスト用小型モデル。K-8 に K-6 の二段目を追加することで開発された日本初の三段式観測ロケットである。K-9M の開発によって2機のみで打ち上げを終了した。観測成果は貧弱ではあるが、スピン安定技術の習得、二段目と三段目の結合切断法の確率等、ラムダロケットや、 ミューロケット及び以後の観測ロケットの発達において、技術的に大きな成果を残した。K-9L の L は、ローワーパフォーマンスを意味する。K-8 をもとに推進材の高飛水力化、機体材料の高高張力化、構造設計のリファインなどを施すことで開発された。K-8H として開発されたが高度性能が、K、K-9L と同等であることから、 K-9M と解明されている。標準型の観測ロケットとして長く利用され1988年までに81機打ち上げられた。43号機以降は第1弾が K-10 のものに変更されている。K-8 をもとに第2弾を第1弾と同じ 420mmK まで大型化し、300mmK で 9K のチタン製。 第3弾を付加することで開発された。S はスーパーパフォーマンスとスフェリックルモーターを意味する。1961年頃に科学衛星計画のための技術試験機として計画され、K-8 または K-9M の第2弾に小型 9K ロケットを収め姿する形で高度 1000km 級を狙う小型ロケットとして考えられていたが、休 k ロケット自体が 新しい技術であったために実現したのは1965年8月である。ノーズコーンは前方に分離された後、ロケットエンジンによって横に避けるという平行回答方式をとっている。下段ロケットモーターは、第1弾、第2弾ともに L-3 ロケットの上段を流用したものとなった。チャンバ材には、超高張力光 HT-140、水薬には、 ポリウレ体系コンポジット水薬アップマイナス10を採用している。大重量ペイロードを活用して、姿勢制御装置を搭載、精密な天文観測を行うなど、観測ロケットとして用いられたものである。1号機では、M-4S 開発計画の一環として、姿勢制御装置の機能試験も行われた。k 1例本来の技術試験機として用いられたものである。 ミューロケット開発史上重要な役割を果たした。2号機では、第2弾がランチャ上で点火し、第2弾のみが飛翔するという事故が起きたが、2号機以外は正常に飛翔している。K-421-3 ロケットモーターを用いた二次液噴射による水力変更の試験機、M-3C の開発で用いられた。 1960年代にカッパロケット系マイナス6、Y 型5機と関連機材がユーゴスラビアに輸出され、それらの技術はユーゴスラビアが独自開発していた地対空ミサイル R-25 ブルカンに軍事転用された。当時のユーゴスラビアはソ連と距離を置く独自の社会主義路線を歩んでおり、ソ連からの兵器の調達が困難になり、兵器の国産化が急務となったため、 ユーゴスラビア軍のミサイル開発責任者が1958年に欧州を訪問中の日本のロケット開発の中心人物であった糸川秀夫東大教授と接触。1959年11月に東大生産技術研究所及び富士精密工業とユーゴスラビアの間で輸出契約とユーゴスラビアからの技術者の受け入れの合意がなされた。 1960年には平和目的の国際協力であることと軍事転用をしないことを契約条件にロケット本体と打ち上げ設備と固体燃料製造設備が1億7000万円で輸出されることが明らかになった。後にロケット追尾用レーダーも輸出された。しかしユーゴスラビア側の本当の狙いはロケット本体よりも ロケットに使われていた当時最新の固体燃料であるコンポジット推進剤の製造方法と製造設備であった。日本から入手した固体燃料製造設備はゲンボスニアヘルツェゴビナチューブの都市ビテ鉄にある軍需火薬工場通称 SPS に納入された。その後 SPS はミサイルやロケット弾の推進剤の一大製造拠点となり、 発展途上国に広く輸出された。この固体燃料製造設備は現存している。1965年にはインドネシアにも、カッパロケット系マイナス8型10機と関連機材が、伊藤忠商事によって輸出され、軍事転用を懸念したマレーシアが日本に抗議した。これらの結果、1967年に佐藤英作首相により、共産権や紛争当事国への武器輸出を禁止する。 武器輸出3原則が表明された。第49回、国会科学技術振興対策特別委員会第3号。衆議院第51回、国会科学技術振興対策特別委員会宇宙、開発に関する省委員会第1号。衆議院、戸田康明、ユーゴスラビアに、ロケット推進薬製造技術の売り込み、ISES ニュース第0二七号、宇宙科学研究所。 1983年6月、ありがとうございます。